何ですか、これは。こっちはお腹が空いたと言っているんです。お腹が空いた。はい、お米が食べたいわけですよ。お腹が空いたのね。お腹が空いたと言ってるじゃないですか。言ってますね。なのになんでカメラ、はい、はい、始まりました。始まんないでください。終わります。せーの、いつも元気で。終わりません。なのにかか、あ、いや、違うでしょ。カレーのルーだけです。何も入ってないの。何にも入ってない。きょうちゃんカレー好きじゃないですか。いや、別に。何ですか、今日は。今日はですね、はい、カレーといえば隠し味っていうのがあるじゃないですか。はいはいはい、なんか前もなんか動画やったよね。前はなんかチョコレート何個までがカレーなのかみたいなやつやったね。はい、結構うちカレーの動画出してるね。カレー好きなんですよ。カレーの隠し味、いろんな種類あるんですよ。チョコレートだけじゃないの。リンゴとかハチミツとか、それを何種類まで入れたら隠れなくなるんだろうと思って、うん、ああ、どこまでが隠し味なのかと。そう、選手を発表します。はい、まずは豚ブーブーいきますね。はいはい、まずソース、私も入れるソース、トマトジュース入れると美味しいらしい。まあ、ケチャップ入れるぐらいだからね。うん、醤油、これ結構入れる過程が多いと思う。赤ワイン、見慣れなすぎてその違和感しかないわ。いちごジャム、おジャムね。はいはい、リンゴ、リンゴ、すりおろしたリンゴってやつ。そうそうそう、ああ、すりすりしたリンゴ。前回も出てきました、チョコレート。チョコレート、はい、ココア。ココア、甘くないココア。ハチミツ。ハチミツね。プーさん、はい、カナダ産純正ハチミツ。ハチミツ食べたい。オイスターソース、はい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 、隠し味にいいらしい。あとはこれ、クッインスタントコーヒー。インスタントコーヒー、以上の11種類用意しました。はい、これを大さじ1ずつ入れてって、はいはいはい、どこでってなるのか、うん、やってみたいなと思って。わかりました。それでは、はい、行きたいと思います。はい、あ、てかこれこの状態を食べないとさ、まず。あ、そっか。はい、ルーだけのカレーね。はい、濃い？濃かった？嘘。分量通りのさ、やつ入れたんだけど。いやいや、ちょっと本当にびっくりするよ、マジで。死ぬほど濃いけど。いや、濃なんか箱に書いてあった通りのさ。わー、カレーだー。カレーだ、カレーだー。いただきます。いや、こんなもんじゃない？ OK、 OK、じゃあ大さじ1杯ずつ、はい、隠し味をお願いします。じゃあまずはこのレイカが普段使ってるって言われるこのソース、大さじ1杯でしょ。うん、こちらですね、大さじ1杯、はい、入れていいですか。お願いします。はい、豆乳、よくなじませて。うん、美味しいと思う。いただきます。ソースさ、全然違う。全然違う。濃さがなくなった。全然違う。美味しい。柔らかくなる味が。美味しいね。いや、もうてかさ、これってさ、必然的にもううまいやつじゃない？だってもうリンゴ入っててさ、でトマト入ってて、人参、玉ねぎって、これがちょっと優秀すぎた説ある。次。さらにじゃあトマト。トマトジュース。全くうちの中で無縁な。出てきた？はい。ちょっと飲んでみて、トマトジュースって。いや、大丈夫です。いや、ちょっと飲んでみて。いやいやいや、入れてもらって。入れますね。はい、入れました。トマトジュース。まあまあ、でもでも。赤い。さあ、はい、大さじ1杯のトマトジュース。どうぞ。いただきます。なんかさっきよりも、うん、フレッシュ感がやっぱ、ね、あるのかね。なんかちょっとハヤシライス寄りになったね。一番最初はもうカレーでーすみたいな、もうみたいな感じだったんだけど、うん、このスペシャルソースをかけることによってなんか優しい感じになって、このトマトジュースを入れることによってこうよりフレッシュさが、ね、このここに入ってる野菜たちが際立ってる。本当にこれ調味料しか入ってないのっていうような深さというか、なんかこう新鮮さみたいなのが出てくるね。ね、まだまだカレーですよ。まだカレー。じゃあ次はこのオイスターソース。書いてあるからね、カレーの隠し味。ね、書いてるもんね。じゃあオイスターソース。はい、これ味変わりそうだね。いや、大さじ1杯結構ガラッと変わりそうだね。いきます。はいはい、
入れましたと。ああ、もうだってほら色が違う、濃くなってきた。ちょっと全体にちょっと濃くなりましたね。あー、なんかあ、シーフードカレーみたいな感じ。そう、すごい、シーフード要素がちょっと加わってる気がするね。すごい、カレー面白。まだ今ここまで尖ってるから、まだまだ尖らせる。次、醤油。お醤油、はい、これでさらに多分突き放す。いきます。はいはい、お醤油は結構和風な感じになりそうだね。いや、もうこれは濃いの、きっと濃いな、これ濃いな。さあ、醤油入りました。どう？しょっぱくなっちゃったね。しょっぱ、これカレーと呼べるの？これはカレーじゃないですよ。これはカレーじゃないな。ただやっぱり尖った尖ったで来てるから、ここで変えてくるわけですよ。カレーじゃないけどまだ続行。多分蜂蜜を入れることによって、今だから甘くなるから、こっから。なるほどね。いきます。はい、5つ目。まだカレーよ。蜂蜜入れて、蜂蜜入れて、いただきます。どう？蜂蜜。わかる。でもちょっとまろやかな感じになったね。こいつだ、チャルちゃん、こいつを一旦洗ってくる。ほら、リンゴのすりおろし、一瞬よ。リンゴのすりおろし入れます。ちょっと加熱しますか。そうだね。さあ、いただきます。どうぞ。蜂蜜からさらにリンゴをいただきます。はい、やっぱ醤油がちょっと分かれ目だったのかもしれません。ここでジャムを投入したいんで、ジャムを入れてもらっていいですか。ジャム、それくらい。なんでここに急に雑になるのか、良くないと思うよ。いいんじゃないでしょうか。ジャム入れます。はい、さあ、7個目。7つ目、いただきます。どうぞ。もうこれはカレーじゃありません。あ、7つ目にして。はい。じゃあカレーの隠し味の、まあ、大さじ1ずつの限界は、はい、6。6ですね。今がこれ7個目でカレーじゃなくなったので、はい、うん、強いて言うんだったら、醤油入れた時点でこの量に対してはカレーの味がする何かだった。甘さを入れるために蜂蜜を入れてちょっとマイルドにして、リンゴを入れて甘口寄りにして、最後ジャムを入れたんだけど、もうカレーではない、うん、カレーではない、もうカレーじゃないですね。これこれは何？よくわからん、しょっぱい液体。液体。というわけで、はい、また一つトリビアが生まれました。皆さんもカレーを作るときは自分流の串味を使ってカレーをより美味しく食べていきましょう、うん、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。へー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